秋田県大選手より NHK と県民を守っちゃう秋田県大選手よりイージスア社から県民を守っちゃう本日令和2年の5月22日金曜日大森林会の大朝大志です NHK 発表の5月の政党支持率です、えー、この政党支持率シリーズ系の動画で何度も申し上げているとおりなぜ NHK のデータを私が、えーまあ、定点観測しているのかというと NHK を見て 見ている人が選挙に行くからです、えー、選挙権を持った人で真面目に選挙に行って選挙権を行使する人っていうのは NHK を見ているからですだから NHK の政党支持率っていうのは、えー、重要なパラメーターの一つに私は捉えていますだから他のねテレビ局とかもしくはネット上の調査ですとかもしくはうーん,なんだあの新聞社の、えー、政党支持率とかは私は参考にしませんあくまで NHK が世の中に放送に乗っける政党支持率だけを参考にしています。で今月はです、ね、特に独断、えー、なんか変化があったかついえばあんまり大きな変化はないですね自民党が下げその他政党が若干上げるという形ですかね一番大きく上げたのが国民民主党ですね。 あの大きくっていうのはあの自分の持っている支持率のに対する大きな上げ方ですからだから、えー、躍進してるっていう意味じゃないですよ、えー、例えば国民民主っていうのはこの左から3番目ですから、まあ、こういう勢力図なわけですよ、まあ、ほとんどがこの政党支持なしっていうところですね、えー、ここにいる、まあ、前回、先月よりかは政党支持なしっていうのが少なくなって。 きましたけどほとんどの人は、えー、逆に言ったら選挙に行かないということですね。おそらくこの状態で選挙をぶちかましたとしても、えー、コロナの影響もあって、えー、投票率っていうのが下がるでしょう。下がるということは逆に言ったら組織票がある、えー、自民党ですとかそういうところが強いということになってきます。だから特段あのなんかインス 小操作が行われてるかあ例えばですけど2月頃とかなんて明らかに、えー、1月2月とかっていうのは明らかに。 なんとかえー、ある特定の政党ね、令和新選組とか、もしくは NHK から国民を守ると、NHK から国民を守るとは3月の時かな、そういう時に明らかに印象操作が行われてましたね。特に NHK から国民を守るとの、えー、なんて、えー、政党支持率0%パーじゃなくて、もうそもそも発表しないっていうのが1回ありましたから、NHK においてはね。あとは、あの例は新選組に関しては、えー 別に山本さんがですね何かしたかっていえば何にもしてないのに印象操作的に行われている月があったわけですけれども今月は特にないんじゃないかなと私は思いますねはい以上です。